愚か者が、我の邪魔は誰にもさせぬ。へん、それはこっちのセリフだってばよ。なんてやつだ。俺の攻撃をものともしねえ。ここまでだ。うん、でもお守りが。あれは花びら。なんでお守りの中に花びらが。だってばよ。花びらに、うん、花の香りに反応してる。これってばどうなって。影胞子って生命樹の周りに咲いていた花の香りが苦手だったんだよな。これはずっと私の一族に伝えられてきたもの。きっとあの子を守ってくれるはず。そうか、あのお守りに入っていた花ってずっと昔生命樹の周りに咲いていたあの花だったんだ。お兄ちゃん、このチャンスは逃すわけにはいかねえ。葵の一族、そしてお前の母ちゃんが作ってくれたチャンスだ。ここであいつを倒さなきゃ俺は誰も守れねえ。やったってばよ。これが生命樹の葉。でも全部枯れて。大丈夫だってばよ。それから葵を連れて外まで急いで、そしてその後のことはあんまり覚えてない。エロ仙人が言うには、俺ってばそのまま倒れて1週間くらい眠ってたらしいけど。なんかすげえ寝てた気がするってばよ。おう、やっと目が覚めたか。あ、エロ仙人、俺ってばどれくらい寝てたの？そうだのう、1週間くらい眠りこけておったかの。そんなに寝たのって初めてだってばよ。さすがのお前も疲れたようだのう。ブラ、いきなり叫ぶなっての。そういえば葵は、それに葵の母ちゃんは、あの二人はどうなったんだってばよ。ああ、それならこうしちゃいらんねえ。エロ仙人、俺ちょっと行ってくるってばよ。はあ、起きて早々落ち着きがないやつだろう。もうすっかり回復したってばよ。よかった。どうしたの？あのさ、母ちゃんはどこだってばよ。もちろん元気になったんだろ。お母さんはどうしたんだってばよ。まさか。あら、ナルト君、もう動いて大丈夫なの？え、どうしたの？お化けでも見るような目をして。ああ、お母さんまた出歩いてたわね。あら、ダメだった？もう、いくら生命樹様の薬が効いたからって、お母さんはまだ病み上がりなんだからね。はいはい、でも動いてないと退屈なんだもの。私の言うこと聞いてくれないんだから。驚いてるようだの。え、いや、だって葵のやつが変な顔するから俺ってばてっきり。ふっ、安心しろ。あの椿は幽霊でもお化けでもない本物だ。お前と葵が必死に取ってきた生命樹の葉のおかげで椿はすぐに持ち直すことができた。その結果があれだ。まああと少し遅かったら危なかったがの。どうしたのお兄ちゃん。よかったな葵。お前の母ちゃんこんなに元気になって本当によかったな。お兄ちゃん。葵のこと、そして私のこと、本当にありがとうございました、ナルト君。そんなのいいってばよ。それに礼を言いたいのは俺の方なんだよな。え、なんで？どんなに苦しくても諦めなかったら絶対に願いは叶う。だから今度はあいつを止めることができるって。葵の姿を見てたらすげえ自信がついたんだ。さて、それではそろそろ次の土地へ向かおうかの。え？もう行っちゃうの？待ってください。その前に何かお礼をさせてください。いや、それはまた今度にしておこうかの。そんな、もうちょっとゆっくりしていこうぜ路線に。わしの目的はお前を強くすることだ。ここで足を止めるわけにはいかんの。それともお前は強くなりたくないのかの。ん？分かったってばよ。なはははは、分かればいいの。それじゃあの、またいつか厄介になりに来るからの。本当にありがとうございました。達者での。はあ、たぶんもう少しゆっくりしていってもいいのに。行っちゃうの？ああ、俺ってば修行の旅の最中だからな。エロ仙人が言う通り足を止めるわけにはいかねえんだ。大丈夫だってばよ。また来るからさ。約束だよ。絶対約束だからね。あ、そんじゃあな、二人とも元気でな。ナルト君も約束忘れちゃダメだからねお兄ちゃん。おう。さて頑張るってばよ。